んにちは、毎週木曜日16時夕方の、ぶっちゃけ本物美容クラブ始まりました。今日はですね、いつもの幸恵さん、下地幸恵さんがちょっと今日はね、実は遅刻してくるということで、急遽私サブパーソナリティの、玉塗りの方で、前半務めさせていただきます。はい、で今日もね、ゲストさんをお迎えしまして、この放送、始めたいと思います。まず最初にですね、ちょっと打ち合わせをしてなくて、このタイトルのですね、タイトルコールをみんなでちょっとやっていくんですけど、私がぶっちゃけって言ったら、本物美容クラブって言ってパチパチってやりますので、その掛け声でいきますので、泉さんよろしいでしょうか。はい、はい、いきます。ではぶっちゃけ本物美容クラブ、ありがとうございます。なんかね、わちゃわちゃした中で始まっちゃったこの放送なんですけれども、はい、じゃあちょっと冒頭のいつものお話なんですけれども、いつも言われてるんですけれども、人生100年時代、始まっちゃ言われてますけれども、私もね、もう人の先100年時代折り返し地点に来ちゃいまして、御年51歳。ねえ、もう あと半分ですか、100歳までやっと半分なのかなという感じではあるんですけれども、今この一瞬一瞬を一生懸命生きております。はい、でね、この先なんですけど、まずやっぱり健康第一で、いつまでも見た目も美しく、あと内面もですよね、内面も美しく、あとはストレスがない有意義な生活を送りたいなっていうところで、じゃあこの先どうしようかなっていうところで、やっぱりいつも言われてるのが大切なこと、どんな方と出会って、あとはどのようにその方たちと携わって、でこういうふうに過ごしていけば必然的にハッピーな人生が送れるヒントがたくさんあるんだよっていうことを幸恵さん毎回言われてるんですけれども、私もそうだなと思ってて、本当にこの出会う人とのご縁ってやっぱり大切にしたいし、たまにちょっとね、ちょっと違うなっていう方もいるんですけれども、やっぱりご縁ってね、大事で、今日も泉さんにこうやって来ていただいてるんですけども、やっぱり必然的に出会うべくして出会った方なのかなと私はそう思って、今日この番組にご招待っていうか来ていただいて、いっぱいいろんなことを発信してもらおうと思ってます。はい、でこの番組なんですけれども、このゲストさん、毎回いろんな方が来られてて、セラピストさんだったりとか、起業家さんだったりとか、本当にいろんな方が来られてるんですけれども、その方たちも含めて、ここ沖縄でね、本当にいろんなことを発信して活躍されてる方がたくさんいらっしゃるんですね。でそういう方たちをやっぱお呼びしていただいて、お話をいっぱい聞いて、また沖縄でも頑張っていらっしゃる方、ちょっと前向きにちょっとやっていきたいな、ちょっと背中を押していただきたいなという方たちの、ちょっとね、背中を押してあげるじゃないですけれども、そういったところのちょっと応援ができたらいいかななんて思ってます。はい、で、こんな感じでちょっと冒頭始まっちゃいましたけれども、私サブパーソナリティの玉木塗江と申します。はい、長崎出身でずっと福岡の方で生活してたんですけども、4年前に沖縄の方に沖縄の方と結婚しまして、はい、結婚しましてですね、今ですね、パーソナリティの下地幸恵が幸恵さんがやっと来ました。はい、ハロー、待ってました。遅くなりました、申し訳ございません。はい、で今ちょっと始まったところで、私のちょっと自己紹介してるところで、はい、はい、どうぞどうぞ、はい、いいですか。はい、で沖縄の方と結婚しまして、4年目が沖縄スタートしましたが、本当ここ最近の沖縄が本当寒くて、4年目にして初めて、もう本当寒さに耐えきれずに、何ですか、ヒートテックを久々に引っ張り出して、もう、ね、1ヶ月近くずっと来てたんですけれども、ここに 2,3 日やっとね、なんかあったかいね、桜もちょっと咲くような季節になったんですけれども、やっとそれも脱ぎ捨ててっていう感じで、はい、もう沖縄ももう本当に春が来たかななんて思っております。はい、じゃあちょっと私の自己紹介はこれぐらいで終わりとしまして、今到着しました、メインパーソナリティの、パワフルなお姉さん下地幸恵さんにバトンタッチをしたいと思います。はい、はい、こんにちは皆さん、ぶっちゃけ本物美容クラブ下地幸恵です。すみませんでした、ちょっと用事がありましてやってゲストの
なんだっけ、ベル、陽子さんだっけ、あ、陽子さん、泉さんだ、泉さん、お久しぶりです。お久しぶりです本日2回目お会いするというね、はい、今日はあの玉乗さんからゲスト泉さんよって聞いていて、はいはい、もうお会いしたかったです。もうあの今日よろしくお願いします。お願いします、はい、私ね、ここの席に座るの初めてか、ないですよね、そう、ないところでいらっしゃる、はい、そうそう、もうあの今日進行、はい、行きましょう。じゃあ行きますね。玉乗さん、じゃあちょっとあの今日来られてるあの泉さんの自己紹介軽くちょっと私の方でさせていただきますが、お名前がね、あのベルナード泉さん、国際結婚をされていてベルナードというねの名前であのいらっしゃるんですけれども、この泉さんとの出会いはあの SNS、 いわゆるあのインスタからなんですけれども、なんかちょっと面白い方いないかなということでいろいろこう検索してる中で泉さんにちょっと当たりまして、で、どんな方なんだろうなというところであの検索していくと、あのまず北海道出身なんですよね、はい、北海道から来られて、で、まあ、いろいろあのなんだっけホテルで働いたりとか、はい、あのフィリピンに留学、はい、でまたそこであの結婚をされて、うん、でなぜか沖縄にいらっしゃって、うん、旦那さんも一緒に沖縄にいらっしゃって、うん、でこの沖縄でまたいろんな、ね、活動されてるんですけども、あの今はかちょっと分かんないんですけど、初心者向けの SNS サポートのお仕事をやってたりとか、うん、あとなんかリボンとかね、はい、あといろいろなんかね本当いろいろ面白いことやってらっしゃってて、たくさんやってらっしゃるんですね。そうでね、またそのそれまでのストーリーまでいろいろあるんですけれども、まあ、60歳まで働こうと思ったきっかけで保育士になろうと思って、また学校も行ったりとか今あ、いえ26歳ぐらいに思って、ね、はいはい、そうそう、でね、そして、ね、今はねあのやっとあのね妊活を得て、はい、あのね、赤ちゃんが今いらっしゃるんですよね、はい、お腹に、はい、あ、そうなんだ、はい、おめでとうございます。とても、ね、幸せな、ね、オーラが出てるんですけれども、うん、ニコニコ ね、お顔も優しい、そうそう、はい、まあ、ご介入を迎えるまではね、まあ、ちょっといろいろ苦労があったということなんですけども、まあ、その辺のお話もねちょっと聞けたらいいな、はい、なんと思っております。はい、で、こんな感じですけれども、泉さんからまた直接ちょっとあの自己紹介からお願いしたいと思います。はい、沖縄県でフリーランスとして活動していますベルナード泉と申します。はい、ね、泉さんもさ外国人みたいだよね。そうなんですよ、私フォーターなんです。あ、そっか、だから、だからか、ね、だってあのほら沖縄の方ともちょっと違う。違いますか。違う、北海道では結構目立ってたんですけど、沖縄に来たら馴染むかなと思ったけど、うん、そうではないです、うん、もうあのやっぱり外国っぽい感じがしてた、ね、やっぱりそうだったんですね。なんかね絶対日本人離れされてて、そう、うん、ね、そう、なんだろう、あの北海道出身だからあのアイヌ系のなんかあっちの地も入ってるのかなって、私はあの、でもそれもあるんじゃないですか。あるのかな、いろいろね、うん、ミックスされてますね、あ、そうなんだ、あのほら沖縄でもさ、うん、あのこうすっきりした顔の方もね、うん、今いらっしゃいますしね、だから北海道もね、あのちょっと濃い方もいらっしゃるし、うんうんうん、すっきりした顔も ね、いらっしゃるじゃない、ね、だけどそう、なんかきっとそうだろうなとか思ってました。コメントです。ね、納得です。クォーターと聞いて納得です。そうそうそう、後でなんか YouTube 配信されたりするとなるほどって皆さん納得されると思います。で、ね、その泉さんなんですけれども、このインスタね、あのフォロワー数が1万人超えてるんですよね。すごい、そう、すごいんですよ。この1万人になるまでになんかどういったことされてたんですか。フォロワー数こんだけ多いとなんかもうコツコツと、コツコツとポチポチして、あ、そういうこと、はい、なんかその共感できることがいろいろあって、小泉さんにねポチポチやってたのかなとか思ったんですけど、特にその辺は、まあ、私からポチポチと。なるほど、はい、すごいですね、1万人ってなると、 そこにもちょっと惹かれて、これと何だろうとか思ってねめっちゃ見てたんですけど、はい、そう、あとはね、なんかねサッカーが好きなんですよね、はい、サッカーがすごい好きでした、ね、今はどうなんですか、はい、今はなんか応援してるチームとか。今は全然なくて、うん、そう、沖縄に来てあまりテレビで J リーグの試合とかが見れなくなっちゃった面もあって、見れない、見れないよね、見れない、そう、その前北海道にいた時はテレビでも見たり、うん、この
横浜のチームが好きだったんですけど、うん、横浜まで見に行ったりとか。あ、そうなんですね、はい、すごい。なんかね、あの、追っかけで、追っかけって言っていいのかな、はい、なんか清水、静岡でしたっけ、はい、静岡行ったのは高校生の時に一人で行ったんですよ。北海道から、はい、へー、何でしたっけ、好きなの日本代表の川口の、何でしたっけ、あ、そうです、ゴールキーパーの川口の横浜マリノスですね。あ、そういうことですね、うん、最初静岡の選手が好きで、うん、行ったんですけど、うん、ちょっとその7泊ぐらいしてて、私一人で1日暇な日があって、うん、それで、あ、そういえば横浜にすごい今有名な人気のある選手がいるから見に行ってみようと思って、うんうん、横浜まで一人で見に行ったんです、うん、でその時に、あ、すごい素敵な人と思って川口芳勝選手、うん、それで乗り換えちゃいました。そこで、はい、そこで横浜マリノスね、はい、あのうち、あの私神奈川なんですけど、あ、はい、あの藤沢市なんですけど ね、はい、あの子供たち保育園の時とかね、小学校か、あの、あ、小学校だね、うん、あのうちは女の子なんですけど、うん、お友達男の子なんか、うん、あのやっぱマリノスの選手が教えてくれる、なんかあるよね、子供のリーグってあるじゃないですか、うん、そこに行ってまして、だからみんなマリノスの選手とかよく一緒に教えても、あの、あそこの地域はね、やっぱりだ神奈川でだからじゃない、あの辺、うんうん、だからじゃないかな、めっちゃいいです ね、 ね、そうで、たまたまその保育園の、あ、保育園の時のお友達、その、 あの男の子はもう全然海外に留学とかそのサッカーに行ったりとかしてたんだけど、うんうん、そのお父さんがだからやっぱ J リーグ の、 あの、うん、2軍のコーチとか、ね、なんかそういう人だったりとか、なんか結構サッカーってつながってて、でもね、あ、見に行ったことないけど、ないんだ、ないんだ、ない、笑ってる、笑ってる、はい、ないです。あ、そうなんだ、うん、じゃあよ、ね、一人で高校生の時行ったって、はい、やっぱり相当好き、ね、そうなんですよ、ね、結婚したかったぐらい好き、ね、あ、もう大好きだったんだ。なんかいいよね、あの好きなタレントさんとさ、なんか結婚するみたいな、うん、た玉乗りさんそうじゃないですか、私もそうですね、うん、そうなんですか、うん、主人があの落語家やってまして、そう、私の一方的なアプローチで、あ、大好きなんだって、大好きなんです、すごいね、すごい、そう、ね、行動力大事ですそうそうそう、でね、そんな泉さんなんですけども、そういう風にあのサッカーが好きとか、じゃあちょっと静岡行っちゃえ、横浜行っちゃえみたいな感じでやってらっしゃって、で今度はあのフィリピンにも留学された、そのきっかけって何だったんですか。私北海道から24歳の時に沖縄に引っ越してきたんですけど、あ、そうなんですね、そうなんです、でそこで26歳ぐらいの時にあのピースボードっていう、うん、3ヶ月ぐらいで世界を一周できる船、わかります、わかりますか、はい、 うん、それになんか乗りたいなと思って、であの、まあ、100万円ぐらいで乗れるんですけど、うん、このなんかのいろんな国に着いた時にツアーに申し込まないと自分で勝手にツアー行けないじゃないですか、うん、英語を喋れないと、うん、それでなんかそのツアー代がすごい結構高くて、うん、もったいないなと思って、それで自分で英語喋れたら自分で勝手に観光行きたいところに行けてお金の節約になるかなと思って、うんうん、それでノバに通い始めたんですね、うん、あのノバ駅前留学ですね、そうで、そのノバに通って、でも結局ね、ノバに結構お金を費やしたから、このお金でオプションツアー行けたなという感じになったんですけどそれでノバに通って少し話せるようになって、うん、ってなったら今度はなんか海外に行って試してみたいなと思って、うん、それでまあ留学を考えたんですけど、うん、最初カナダに行きたいなと思ったんですけど、うん、結構金額が高くって、うんうん、なんか30万円ぐらいで10日間ぐらいしか行けなかったのが、うん、こうフィリピン留学だと同じ30万円でもう3ヶ月間全然違う、行けて、もう寮もあって3食ついてて、学校もあってっていう、うん、すごく格安だったので、うん、それでフィリピンに行きました。なんかね、私も聞いたことあります、フィリピン安いって言いますよね。安いんですよ、ね、ちゃんとしっかりあの英語も学べる環境ではあるんですか。はい、あ、大丈夫なんですね。フィリピンの方はあの小学校とか中学校高校の授業全部英語でされてるから、うん、基本的にみんな話せるんですよ、うんうん、なんかね、どうしてもこう英語圏っていうイメージからね、かけ離れてるというか、そうですよ ね、 ね、でそこで旦那様とご縁があったということですか。はい、そうです、知り合った、うん、
学校の中にあるカフェテリアっていう売店みたいなところで働いてたんですけど、うんうん、旦那さんはフィリピンの人？あ、そうです。あ、そうなんだ、はい、うん、カフェテリアで、カフェテリアでちょっとお茶飲み行ったカフェ行ったらみたいなね。はい、いくつぐらい離れてるんですか？主人が4つ下です。あ、下なんですね、はい、いい感じですねそっかそっか、はい、で、その留学を終えて、まあ、一旦帰ってこられて遠距離とかやっぱり始まっちゃったりするわけですか？そうです、はい、その辺はどうでしたか、遠距離って？遠距離は意外と大丈夫でしたね。あ、そう、どれぐらいやられてたんですか？遠距離は9ヶ月ぐらいやっていて、でもその間に2回私はお母さん連れて行ったりとか、うん、まあ、一人で行ったりとか、はい、紹介しに行ったりとかしてたので、はい、でその結婚することになって、うん、で最初沖縄、フィリピンに住んだんですか？沖縄で。そうです、フィリピンに私がいて向こうで結婚式をして、うん、手続きとかいろいろあっちでやって、うん、で7ヶ月向こうで住んでたんですけど、いいね。なんかやっぱり英語ができる、で喋れるようになったからの選択ですよね。そのやっぱ留学、そうです、ね、行ってみようかなとか、はい、なんかそこで違ってくるよね。そうですよね。ね、ちょっと喋れると少し自信がついてくるから、ね、なんか行ってもね、なんか行ってみようかなっていう気にもなるじゃない。ね。怖いものないですねでも本当はそうだよね、英語喋りたいよね。そう、喋れると ね、 ね、いいよね。それいくつの時 の、 その何、ご主人と出会ったのはいくつの？出会ったのは29歳です。あ、それでもじゃあもう短期にその遠距離をして、うん、もう短期間の間に会いに行って、でそしてもう結婚にしてっていう感じ。はい、やっぱり早いわね。早かった。早いわね。私だから結婚するつもりがなかったんですよ。それでなんか手に職をつけようと思った保育士の免許を取ったりとかして。そうなんです。そうなんです、はいはい、一生独身でいようと思っていたんですけど、うん、そう、まさかフィリピンで結婚するとそれは何もほら最初はさ、うん、だってほら自分からみたいな、そういうのがなくて、だ玉乗りさんは、うん、自分からって言ったでしょ。私も自分からです。やっぱそのカフェ、さっきの話じゃない、カフェ行って、うん、あっとか思った感じ。はい、すごい優しかったので、はい、で結婚するときはそのプロポーズ的なことはご主人から？プロポーズ的なこと、これよく聞かれるんですけど、なんかはっきりなくって、うん、なんかもう自然とこうなっていて、で面白いのが結婚指輪を彼のお父さんが準備してたんですよ。彼じゃなくて？そう、あ、結婚式の時に？もう結婚式のだいぶ前にですね。へえ、もう実は作ってあるんだよって言って急にパカって見せられて、みたいな。お父さんに見せられた？お父さんに見せられた。そうなんだ。それなんだろう、なんかそういうあれなのかな。フィリピンの話が普通？いや違うと思います。お父さんがそういう感じの方ってことだよね。お父さんがそういう感じの方だったんですよね。でもさ、大好きなんだろうね。そうだよ、ウェルカムだよね。そう思います。すごい優しかったです。でもなんかやっぱり勇気、その一つのさ、その英語を習って喋れるようになって、ノバに行って、でそこからスタートしたね、ちょっとフィリピン行ってみようか、カナダじゃなくて、はい、フィリピンでっていうか、そのやっぱりなんかこのご縁というか。本当ですよね。ね、行ったってカナダで決まってたらさ、出会ってない。出会ってないよ。カナダ人で。カナダ人結婚してたかもしれないですね。はい、すごいね。すごい。うちの、ね、娘も今ね、インドネシアのバリにサーファーだから、うちの、そう、でもね、20歳だけど、うちの娘も2年付き合ってるんですよ。あ、そうなんですね。うん、だからその1年間の間行ったり来たり2人しながら、そう、ね、またね、来週14日からかな、またバリ行くんだって。そうだからもう、いいですね。でも2年だよ、もうすごくない？すごい。でもさ、その今はさ LINE とかこれがあるから。そうですよね。そうだけど前ってなかったでしょ。そうなんですよ。それだから電話、メール、電話か、まあ、スカイプとか、もう Facebook のメッセンジャーみたいな。あ、やっぱそう、そうなんです。スカイプとか。そう、スカイプとか、ね、そうだよね。だから彼がパソコンとかを持っていなかったので、うん、彼がインターネットカフェに行って、うん、行ける時間にこう待ち合わせっていうか、時間合わせて
でスカイプをしてっていう感じ、うん、そうだよ、もう倍だからさ、そうですよ、今娘ガラケーですから全部ガラケーの娘だった ね、今恵まれてますよね、恵まれてますよ、すぐ顔見て、そうそう、 LINE よりもなんかあるんだよ、またね、なんかそのスカイプとはまた違う、なんかあって、うん、だからずっとね、これつけっぱなしでずっとこう顔見て喋ってて、そのまま寝てベッドに入って、うん、ずっとしゃべる、そう、だからその勝手に切れるまで2人とも寝る、つけっぱなしでお互い寝るで、なんか夜さ、なんかポヨヨンポヨヨンとか、なんか音するの、はい、切れそうな時ポヨヨンポヨヨン、あ、なんかまたつけっぱなしに全然だと思ってだからそう、今だからこれがあるからさ、ね、なんか離れてる感じしないと思うよ、そうそうそう、でもそのあったよね、離れてる感じってやっぱり、はい、何回かほらお会いしに行ったとしてもさ、ね、もうでもちょっと寂しかったりしました、寂しかった、まあ、私はあんまりだったんですけど、ね、うんうん、彼の方は寂しそうでしたね、あ、そうなんだそう、私から言った割には向こうの方が寂しい、でもさ、あのめっちゃ、なんかさっきほら外国人みたいだよとか言ったら、うんうん、目鼻立ちすごいはっきりしてるじゃない、そうなだから多分ご主人もそうじゃない、フィリピンの方がメイクリッド大きかったりとかでしょ、そうでもない、そうでもない、そう、主人の方が目が細くて、え、そうなんだ、逆だねってフィリピンで言われてました、あ、そうなんだ、そんな、そう、主人の方が日本人みたいだ、ね、こっちがフィリピーナみたい だから私フィリピンに行ったら 100% フィリピン人に間違えられてたんですよ、絶対そうですよ、ね、そういう感じ、そうそうそうなんか南米系かさ、アジアのね、フィリピンとか、そうそうそう、ね、バリの人にも似てるよ、あ、バリも近い、インドネシア、アジア系です、そうそう、南国の方だからさ、多分さ、赤ちゃんとかめっちゃ可愛いと思う、ね、ね、そうそうそう、ね、くるくるね、アジア系の子可愛いですよね、可愛 い、ね、すごい 目が黒くてさ、すごい目クリッとしてて、そう、可愛いはず、うん、いつですか、生まれ、6月です、あ、じゃあもうすぐか、あと4ヶ月ぐらい、もうちょっとだね、もう少しです、性別は分かってるんですか、まだ見えないんですよ、あ、見えないんですね、そう、いつも隠れてて、見えて、見せてくれない、見せてくれない、どっちがいいとかあります、ありますか、どっちでもいいです、どちらでも、ね、そっかそっか、うん、そうだよね、え、その傍ら、そのいろいろ発信されてるってことだよね、なんかね、いろいろね、やってたんですよね、なんかあります、なんか発信すること、発信すること発信すること、なんでしょうね、なんか逆にちょっと私はなんかこう聞いていいのかどうかわからないんですけど、あ、はい、まあ、今回ね、ご解任されるまでにすごくね、うん、あの結構長い時間がかかって、うん、まあ、妊活っていうものをされてたそうなんですけど、うん、まあ、どんなことをやられてたんですか、不妊治療ですね、あ、そうそうそう、結婚して13年なんですけど、うん、病院に通い始めたのは5年前ぐらい、うん、で、なんかそんなに体は問題がなかったんですよね、2人とも、うん、本当に原因不明でもずっと、うん、不妊、あ、妊娠できなくて、うん、で病院に通って、で、まあ、人工授精だったり、うん、体外受精だったりっていうのを、あ、やられたんですか、あ、もう最後まで行きました、できること最後まで行きましたね、うんうん、で最終的には体外、体外受精で、はい、なんかね、今の子供、ね、お子さんができない方で意外とね、うん、いっぱいいる、私の周りも、うん、私の周りいっぱいいるんですよ、うん、やっぱなかなかね、できなくて、もう最後諦めた方もね、まあ、うん、結構いるんですよ、いますよね、お金もかかりますからね、そうか、そう、とにかくやっぱりお金がかかるっていうのと、うん、まあ、退職金もはたいてやって、うん、もあっという間になくなったとか、うん、ね、これってやっぱりあれですかね、やっぱ女性、まあ、女性も男性も、まあ、いろんな、ね、今食べ物とかも違いますし、うん、でもなんか ね、あの私の周りにもやっぱりいらっしゃいましたけど、はい、その神奈川の方でね、あの、なんだろう、友達同士、例えば友達5人いたら、うん、そのうち3人ぐらいそうだったりとかして、子がいた、うん、だから普通とか何、うん、あの子供ができないから私不妊治療通ってるんですって、昔はこういう感じだったもんね、あ、そうですよね、そう、それが普通、うん、もうだから普通だから、うん、でこの間行ったらどうだったみたいな、うん、この中では普通3人いると、フランクな関係なんですね、そこはね、その、うん、だから本当仲良し5人組で、うん、3人がそうだった、うん、で私のとこに幸恵さんとか言って、ほらこの間連れてきたなんとかさんいたじゃないですか、妊娠したんですよねとか言って、あ、そうなんだって、私まだなんですよね、来月も頑張るとかさ、そんな感じ、うん、あ、そうなんだ、そこはそうだった、だからそこが、まあ、普通になって
て、まあ、いいのかな、どうなんだろう、ちょっとよくわかんないけど、うん、まあ、でも話ができる人がいるっていうのはすごい、ね、いいことだと思います、ね、そう、やっぱりほら一人で抱え込みやすい問題でもあるから、ただ彼女はラッキーだった感じで、結局3人ともやっぱ誤解にされて、うん、もう生まれて、そう、でもね、やっぱその一人とすごい仲良かったんだけど、うん、やっぱめちゃめちゃお金かかるって言って、ね、そうなんですよ、うん、聞くと、ね、結構そうですよね、そう、だから諦めないでしっかりそこまでやるか、うん、やっぱり金銭的な問題で諦めてしまうか、うん、あとはやっぱりそれだけじゃなかったんじゃないですか、うん、例えばあのよもぎ虫とか行ったりとか、あ、そうです、やっぱ体は温めました、ね、温めた、うん、ありますよね、うんうん、うちも私ね、前回も話したけど、うん、あのうち湘南でサロン始めた時はよもぎ虫屋さんだった、うん、うん、そう、だからそこでたまたまうちの湘南の路面店だったのね、うん、でその道路をうちの前をまっすぐ歩いていくと、うん、うちをこう横目にしてまっすぐ歩いていくとその不妊治療のクリニックがあった、うん、でそこから帰ってくる人たちがいつもやっぱよもぎ虫とか書いてあるとこを覗いて、あ、そう、それでね3人の方がね通って、で、ね、3人とも妊娠しちゃったの、うん、もうね、1人はね3ヶ月目ぐらいで妊娠されて、 であと1人は半年、うん、でもう一方はあのなんだっけ、無精卵ってあるじゃないですか、はい、無精卵って、うん、だから卵はあるんだけど、うん、ない卵はないのか、卵はない、無精なんだから、うん、排卵はするけど、うん、卵はない、うん、だけどそこが確認されて、うん、で結局はその方、うん、赤ちゃん生まれなかったんだけど、うん、その子が言うには無精卵ないって言われてたものが確認されて妊娠かもって言われたこと自体で、うん、私はもう、もうそれでいいって言ってました、うんうん、だけどそれがほらよもぎ虫がそうだったのか、うん、もう不妊治療しながらだからね通ってたのか、うん、その不妊治療がメインだったのかわからないけど、うん、多かれ少なかれやっぱりその体を温めるってことはやっぱり大事なんじゃないかなって、すごい大事だと思いますね、その子宮骨盤内を温めるっていうことがやっぱそうなんだろうなって、だからもう毎週がやってましたよその方たち、私も最後妊娠この今回の前は本当に月に2回とか、最後の1回月は毎週通って、やっぱそうなんだ、ホルモン義務じゃなくて私は海水温熱っていう体全部温めるやつだったんですけど、だからあとは冷えがやっぱりね、そうですね、冷えはダメなんです ね、だからその子宮環境とかそれだけじゃなくてやっぱ体全部にダメじゃないですか、冷えって、で女性はやっぱり子宮真ん中にあるので、うちよもぎ虫屋さんやった時よくお話ししてたのが、その子宮を温めることで真ん中のね、このエネルギーが一番すごい、子宮を温めることで周りの内臓も温まってくるわけ、子宮の周りに女性は内臓があるから、うん、そうすると例えば後ろに腸があるでしょ、うん、腸も調子よくなる、ちょっとじゃダジャレみたいなもういい感じになってきて、はい、で胃も温まるから、うん、なんか胃もたれとかそういうのもなくなったりとか、うん、なんかそういうのありましたよ、うんうん、だからやっぱり温めることってもちろんこの骨盤内を温めるね、女性にとっては一番大事なことだけど、うん、やはり体全身血行も促進するしね、血流巡ると結構ね、うん、あの不調が肩こり取れたりとかね、うん、そういうのもするから、うん、やっぱ必要なんだよなと思って、活動大事ですね、大事、だからちょっと冷えてる女性が多いのかなと思ったりする、その妊娠するしないとかそういうのも含めて、うんうんうん、なんか昔と違うんじゃないやっぱり、そうですよね、クーラーとかもありますね、そう、そう、ね、うん、あと冷たい飲み物、うん、あ、そうね、うん、だって昔さ多分さあの相当昔ってなんかグラスに氷入れてなんか、うん、なんか飲んでなかったんじゃない、うん、あ、ない、多分ないでしょうね、 いつもこう急須にお葉っぱ入れてお茶をし、うん、して飲んでたとかさ、あ、確かにね、うん、そういう感じですよね、うん、だから今じゃないやっぱりこのグラスに氷なんか入れて、うん、ファーストフード行ってもさ、こうやってね、うん、アイスコーヒーとかコーラとかさ、当たり前ですもんね、そう、当たり前がやっぱり冷えるってことは良くないかなと、良くないですね、うん、あ、そっかそっか、え、その今温海水って言ってましたけど、はい、それは、ね、作る、これは入る、あ、うん、まあ、裸でっていうか寝て、うん、背中にこの海水で蒸したタオルを乗せてくれて、うん、熱を入れていく感じです、なんかこれ沖縄の民間療法、そう、知ってる、うん、私今知ってる、それね昔ね、あの海藻じゃなくてヨモギの葉っぱでやってた、あ、そうなんですね、海藻の上じゃなくて海水じゃなくて、鍋にヨモギ
フーチバーいっぱい入れてグツグツ煮て、そこでうちのね前あのサロンの店長が言ってた、うちのお母さんが昔よくやってたって言って、その鍋でっかい鍋にフーチバー入れて煮るんだって、うん、緑っていうかなんか茶色みたいなね、うん、そういう風になる、そこにタオルを入れるんだって、で熱いけどあちちってなんかこうこう絞って、うん、それを体に乗っけるんだって言いながら、だからよもぎの成分がこう入ってる、うん、そう多分それのなんか沖縄の民間療法って、ね、昔から多分それじゃない、うん、それがだから海藻になってんだ、ね、多分そうですよ、ね、うんうん、海水になってる、あ海水か、海藻、海藻、海藻のっけちゃった、ここじゃないんだからやめて、ここにペタの海藻やめて、今ラジオの聞きの皆さん想像できたでしょうかみたいな溶けるやめて、それ沖縄にあるんですね、 あります、うん、行ったことある？ないけど結構ありましたよ、私こういろいろ探してる時に海水とかでなんか、うん、ね、やってますよね、うん、なんかおうちサロンみたいな感じですけどね、あ、へえ、うん、同じとこかな、ね、今思いました、インスタですよね、そうなの、え、それな、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 ほら例えばさ、あのヒートマットの上に寝てそこ乗っけるとかじゃなくて、なんかもう普通にベッドとか寝て、あ、そうですよ、エステみたいな感じ、エステベッド、うん、で一枚タオルを引いてもらって、でその上から熱いの、うん、乗せてくれるんですけど、すっごい暑いんですけど、うんうん、やけどしないんですよね絶対、へえ、すごい不思議です、でこう乗っけるでしょ、乗っけたらそこくるむ、うん、乗っけて、まあ、熱が入ったら外して、でまた別のところに入れて、あ、それかもう手動というかさ手で繰り返すんだ、それそうです、そうです、あ、そうなんだ、良さそうだね、気持ちよさそう、ぜひぜひいらっしゃる、私宜野湾の、あ、そうかも、宜野湾、あ、そうなんだあるんですよそういうことが、はい、そう、なんかお声かけしたらどうかなとか私も思ってたんで、ラジオに一回来ないかな、ね、ちょっとそれちょっと聞いてみたい、気になるんですよ、ね、新しいね、こう施術とかいろいろあるけど ね、そういう昔からのそういうのをちょっと聞いてみたいのあるよね、どれぐらいの時間やるんですか、その海水、どれぐらいかな、1時間ぐらい、1時間結構たっぷりやるんですね、あ、そうか、うん、着替えを含めたら1時間ぐらいですかね、施術的にはじゃあ、40分ぐらいってか、あ、なるほど、その間じゃあ40分間ずっとその、ね、変えたり引かあれしたりってやってもらってそういうことですよね、でも多分気持ちいいよ背中とか、そう、そう、なんかその ミネラルがね直接入るってことでしょ、はい、海水のね、だからヨーロッパで言えばタラソテラピーみたいな、そんな感じだよね、あの最高いいもんね、あれミネラルがね、うん、デトックスにもなったりとかして ね、すごい、私汗かかなかったんですけど、うん、もう後半本当に汗かくようにかけるようになって、うん、あ、じゃあ冷えてたんですよ、変わりますよね、はい、やっぱ体質も多分変わる、免疫力とかも上がったりとかして、来ないかな、宜野湾の何だったかな、何さんだったかな、忘れちゃったな、チュララです、チュララさんでしたっけ、フォローしてたかな、多分知ると思うけど、ね、ちょっとお声かけしてみようかな、ぜひぜひ、ね、聞いてみたいですね、なんかその話も、そうそう、なんか ね、その民間のね、そういうのを、ね、ちょっと聞いてみたいよね、そう、そういうのを大事にされてるっていうのもなんかね、ちょっと気になるなみたいな、ね、今だって沖縄めっちゃよもぎ虫ブームどこもかしくもよもぎ虫で、あ、そうなんですね、そうみたいだよ、なんか私でも、ね、最初よもぎ虫屋さん向こうでやってて、こっちによもぎ虫入れた時にはあの沖縄の方なんかこれ何ですかって聞いてきてた、で今結構あっちこっちのサロンさんでみんなよもぎ虫入れてるから、相当今ブームブームですね、不妊の方多いからですかね、不妊のやっぱ冷えじゃないですかね、冷えですかね、なんかだから体を温めた方がいいよってことが分かってきたんですね、やっぱり同じことみんな言ってますもんね、うん、言ってる、膣から温めましょうって、そうそうそう、だって私何やってあのそのエステサロンで、ね、マッサージもやってマッサージのサロンもやったら、そこであのよもぎ虫もちろんやってましたよ、その最初朝とっていうところで、だけど何思ったかって言ったら、内地の向こうの本土の女性よりも沖縄の女性の方がめちゃめちゃ冷えてたんですよ、もうありえないくらい冷えてたっていうか、あ、これは体調を壊すようなっていう感じでしたよ、であのマッサージにしてもあの冷えてるの分かるし、氷固まっちゃってるし、あの関東というか本土の方っていうのはちょっと手を施すと緩んでくるんですよね、だけど沖縄の女性は全然緩まなかったりとかあとやっぱ冷え、
だからやっぱこれで体調悪くする人多いんだろうなっていうふうに思いました。なんか暑いね、暖かいところなのに ね、 本当ですね。そうそうそう、うん、こっちの方がこれ冷えてるっていうのはやっぱそのさっき言ってたみたいに冷たい飲み物とか、うんね、冷たい飲み物、このクーラーとか、そうそうそう、多分そういうだから冷えても平気だったんじゃない、なんか冷えを感じてなかったかもね、うん、かもですね、うん、ないと思います。私も全然感じてなかったです ね、 ね、だから、うん、あのあそうか、冷えてるんだって思う感じでしょ、うんうんうん、多分冷えてるの感じてなかったと思うよ。だけど最近はさ、あのその、ね、女性の子宮は温めた方がいいよとかさ、うんうん、温めなきゃ冷えが万病のもとなんですよっていうことが、うん、もう普通の時代、うん、っていうか沖縄で普通になってきてるから、うんうんうん、そうか、温めなきゃいけないんだみたいな感じで皆さんそこ気づいてきたんじゃないかな、うんうん、いい傾向ですね、いい傾向ですよね、うんうん、そう。でもそのよもぎ虫に関しても、まあ、これだけ今、ね、沖縄で広まってはいるものの、うん、やっぱりこうちゃんとしたよもぎを使わないとダメだよということを幸江さんがやっぱりおっしゃってて、うんうん、そうね、特にあの、ね、あの料金的に優しいところもいっぱいあるけれども、うん、でも中身、うん、そう何を使ってるかでしたね。そうだって怖くないですか、その子宮というか膣からこう、ね、うん、粘膜からこう吸収していかなきゃいけない、うん、温めるのに、うん、あのまずい、ね、ハーブだったらやばいとかそういうハーブだったりしたら怖いじゃないですか。それこそ不妊治療でよもぎ通ってるのに逆に不妊、ね、妊娠しなくなったり、その分かんないハーブだったら、だから安心安全なものを使わなきゃ。あと台座ってこの座る、うん、あの椅子、うん、があるんですけど、それもこの蒸気でこういう風になるから、その蒸気で変な成分が出たりするものもダメなんですよ。だから絶対にこの椅子も蒸気がこう当たっても、うん、ここに例えば塗ってあるものとか木の成分とかそういうものが絶対にこう溶け出して、うん、こう上がっていかないような形のものじゃなきゃいけなかったりとかってあるから、うん、あとやはりまあ、一説にはヨモギ虫って、うん、よく普通昔は韓国なんか土瓶とかね、うん、あの土で焼いた土瓶、はい、うちはもうその土瓶でやってたんですけど、はい、だけどそれもなんか鍋でやったりとか言っても、うん、その鍋の成分も、うん、あとアルミとかなんかいろいろそこから溶け出す、そういうのも言われるよ、うんうん、だからやっぱりね、安心安全なものじゃないといけないなっていうのは、ね、そうだからまあどうなんだろうね、値段でやっぱり違うのかな、どうか分かんないです、まあ、ほんとね、いろいろやつも見てるんですけども、うん、そのね、マントにしてもその台ですか、うん、ソール台にしても、うん、まあいろいろなんかあって、うん、ね、ちょっと今聞いたらちょっと怖くなりますよ、ね、怖いでしょ、怖いよ、安さで選んではいけない、そうだから大変だと思う、よもぎを、うん、あのまあ変な話、商売にするっていうのも、ね、うん、だって安いもの取り扱われないし、でも高くしちゃうと例えば来なかったりとかいらっしゃらなかったりとかっていうのが、そうするとこう採算が合わなくなってきたりとかっていうのがあるから大変なんじゃないかなって、ね、うん、なんかね、おしゃれな感じのやつもあったりするんですけど、うんうんうん、なんかね、大丈夫、怪しい、まあ、私はいろいろ師匠というかもうプロから聞いてるから、ね、 そう、うんうん、ね、そういう目線で今ちょっといろいろ見ちゃってるんですけど、うん、見ちゃうよね、見ちゃう、うん、やっぱね、うん、ね、なんかそのよもぎだけじゃなくてその台から、まあ、いろんな成分が出てくるよとかね、うん、ねえ、今ちょっと私ちょっと怖くなっちゃいました。だってしょうがないんで、そのほらグラ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 、グラグラしてるからね、この椅子の穴の開いた椅子の中でグラグラやるわけだからさ、うん、その蒸気、熱い蒸気がさ当たるわけだから、うん、本当に変な話、こう椅子にニスを塗ってあったら、そのニスがこう、うん、その成分、そうですよね、ニスが溶けることはないけど、うん、その蒸気が当たった時にこれがどういう風に成分がね、うん、上がってきたら嫌だよね、怖いでしょ、ね、怖い、うちに来た方がいいですよ、ね、本当に安全安心なものじゃないと、そう、ね、そう、ちゃんと見極めていってほしいなっていうのは、そう、でも本当いいと思うよ、もぎ虫だから温めるってね、うん、ことが分かっただけでもいいはいいんだけどさ、うん、あの何でもいいからやればいいっていうわけではないと思う、うん、そう、うん、で、ね、あんまりこう安いものにも飛びつかない方がいいし、はい、だろう、何でもそうですよね、うん、例えば施術にしても、うん、何にしても結構私はとか思ったのはやっぱりこの沖縄価格っていうのと、うん、神奈川の湘南でやってる価格っていうのがもう同じことやってるので全然違ったりとかして、うん、そうだけど、まあ、そうしないとダメなのかなっていう事実もあるんだろうし、うん、例えばあの経済的な面とかね、その、うん、あの賃金の面とかで、ね、そういう風にしないといけないのかなっていう面もあるんだけど、うん、あの私たちもこうやってもう体を使ってやってきたわけですから、やっぱりそれなりのこの例えばさ、もう
神奈川県で湘南の方でじゃあ60分さ1万5千でやってたものがさ、うん、それがさ8千とかになっちゃうわけ。8千でも高いっていう風に多分感覚的にある。ただでもただこうオイルで流してるだけじゃないんだよなみたいな、うんうん、多分セラピストさんたちも大変な思いしてるんじゃないかなと思いますよ。だけどあの例えば神奈川の方でなんか60分がなんか例えば1万5000円が8000円とか値下げみたいなさあのキャンペーンとか言ってると、うんうん、大丈夫かなと思っちゃうもんね。逆に逆にね、うん、逆にね、うんうんうん、思っちゃう。なんかまだ1万5000円のものが1万3、4000円とかね、うん、だったらあなんかやった 今月はさ1000、2000円安いみたいな感月があるかもしれない、ね、そういうのがあるかもしれないけど、それ8000円とかでなんか内容違うんじゃないのかさ思っちゃう。面白めてんじゃない。そうそう、オイルがさ違うんじゃないのとかさ、オイルもだってあるんだよ、いろいろ。あそうですよね、今いっぱいありますね、うん、そう、もう嫌だ私なんかあの買えないもん簡単に、ね、うん、これいいなと思っても買えない。なんか体に塗るものだと思ったら、うん、経費吸収しちゃうから ね、 ね、 そ、 う、うん、そう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 。でもね、そこのなんかタオルのそれは海水、海水のも沖縄のあれかな、うん、あそうです、もう組んできてやってるのかな。満月と新月に、あ、それそれだから、そういうのがいいよね。あのお塩作ってる人もそうだよね、満月と新月にあの組んできて、そこからお塩作ったりとか。本当にそういうとこですよね、すごい、はい、同じとこです ね、 ね、めっちゃ気になるんですよ。みんな行ってみたら、なんか行ってみたい、そこ、ね、肩こりとかも取れるでしょ、それ。あ、取れる、温めるから、うん、ね、そうそう、暑いって言われてたから どれぐらい、ね、温めて、なんか結構グツグツやってますよね、なんかグツグツやってますなんかね、鍋なんか鍋みたいなのでやってて、はい、どんだけ熱いんかな。え、それをこうやってなんか箸かなんかでこうやってあれしても絞んの、こうやって、あ、なんかあの直接はお湯には入ってなくて、うん、なんか蒸し、そう、蒸し器みたいな、うん、そうです、そうです、なるほど、なんかね、そう、蒸し器シューマイが、シューマイの引いてる布みたいな、そういう感じのでなんかやってはって、こうなんかね、へえ、熱いんだろうなとは思ってたけど、やっぱ熱いって言われてたけど、でもそこまでね、熱さは感じないっていう。そうそう、ね、やけどはしない、なんかそう、やけどはしないか、そうそう、とっても気になるところですよね。やっぱりその蒸気に成分が入ってるの、その海水のタラソン、そうかね、それをこう蒸気が浴びるわけ、そのタオルが蒸してるところと、うん、成分しっかりね、含んだものが。へえ、行ってみたい。気になるでしょ。行ってみたいね。なんかイメージ的にはさ、長い菜箸のさ、ぶっとい長いみたいなのさ、こうやって刺してさ、こうやってこういう風にこうやって絞ってるみたいなイメージだったんだけど、あの鍋からこういう風にやってこういう。そう。だからまあこういう言い方言ったら失礼かもしれないです。まあおしゃれ、そんなにおしゃれなあれではないですよね。サロンではないんですけれども、うんうんうん、なんかしっかりそういう昔のこうなんか伝統的なあれでやってらっしゃるって、なんかすごいなんかちょっと気になるみたいな。へえ、でもいいかもね。うん、なんか生理痛とかもすごい軽くなりましたし、だから逆にさ、そういう方がいいんじゃない。いや、なんか逆に安心なような気もしません、うん、なんかね、うんうん、だからかあのよもぎ蒸しもさ、もともと韓国のね、昔からのこう民間療法だからさ、うん、あのいいんだよね、結局、うん、はい、そのまんまのやり方でやってくれればいい。今ハーブパックって言ってさ、もうどこのハーブか分かんないのが入ってたりするものが、エステ商材屋さんとかで売ってたりするじゃん、うん、多分なんとかエステさんとかでさ、うん、こう注文ネットで注文したりとかしてとかさ、あ、安くだからサロン商材だから、なんかこのすごい大量パックでだから安いんですよ的な感じで。でもそれも怖い、私、うん、買えない、なんかね、うん、腐らない何かもいろいろ怖いよね。怖い、なんかだって葉っぱなんかさ、そのまま置いといたら湿気の多いとこだったらさ、カビとか入っちゃう、ね、入っちゃう、そう、怖いじゃない。だってパックになってから見えなかったりとかして、それが、うん、だからちゃんと選んで、ね、でもそこはいい、そこはそのから民間の、ね、そう、どうしてもこれが菜箸両サイドからバッて入れてギュッギュッギュッってやってピシャってかけられて、あちっちなんかさ、今思っちゃった、ち家でやってみようかなと思っちゃった、ね、なんか、あ、海水、うん、海水いいかもです、ね、目の前が江ノ島だし、ね、できるかもできるかもしれないね。そう、へえ、ね、面白いでしょ、なんかそういうとこあるんですよね、うん、じゃあ何枚もタオルが変わるってことだよね、この乗っけてても、じゃあ次あ、こう外したらまた次のが来るみたいな。だいたい2枚でやってます。1枚使ってる間にこっちを蒸しといて、こっちが冷えてきたら変えて、へえ、すごいね。すごいでしょ。本当手作業っていうかさ。すごいでしょ。そうだからね、やってる本人たちも毎回毎回
ね、うん、いい海水の蒸気を浴びてるから調子が良さそうです、うん、そうだよね、浴びてるしさ、手でこういうふうにここからも吸収してるだろうし、そうそうそう、うん、なるほどね私明日帰るので明後日ちょっと海に行くバケツ持ってくるもう海水くんじゃ海水くんで、サチエさん何してるんだよ、海水くんできちゃったとか、また新しい授業が増えましたねいいねそれ、新しい授業が増えちゃった、新しいよしやろうとか、さすがです、江ノ島パワースポットで江ノ島の海です素晴らしい、うん、いやいいこと聞いちゃった、ねうんうんね、ちょっと気になる、ちょっと声かけてみようかな、はい、ぜひぜひ、いすみさんのご紹介でということで、うん、はい、はい、あとなんかその温活の他に何かこう、ね、取り入れられたこととかあります？温活の他にはあとはなんか、うん、生理用品を布ナプキンに変えたりとか、そういうのもやっぱ大事だったりするんですか？なんかあの使ったことないです。あ、本当ですか、うん、紙ナプキンって結局石油とかからできているから冷えるんですよね、はいはいはい、やっぱり冷え、うん、あそうなんだっていうのを聞いて、アジャンのコットンのやつでやってみようかなと思って、うん、結構8年ぐらいやってるんですけどね結構 長いですね、うん、はい結構やって聞くよね、最近聞きますね、紙ナプキン使ってるって、うん、それ何もうコットンのコットンのやつにしてます、うん、はい、それ自分で作るんですか、もう売ってるの、そういうの売ってます、あ売ってるんだ自分で作るの、昔のおむつじゃないんだからでもね昔のおしめって言ったよおむつやのおしめって言ったそう作られてる方もいらっしゃいますけどね、私はもう作れないんだ、買ってます、うん、そうなんだ、そうなんか言う紙ナプキンってさ、やっぱかぶれたりとかもしたりするね、やっぱそうそうそう、かぶれる、ね、それコットンのあれにするとかぶれないか、かぶれないです、はい、そうだからやっぱお股はさ一番やっぱ大事、その粘膜があるからさ、そこからどうしても吸収してしまうから、うん、やっぱりそれも一つの方法かもしれない、ね、その紙ナプキン、紙ナプキンじゃない、布のナプキンにかぶれるにするっていうのも、これは安心だよね、自分が洗濯してさ、そうですね、使うから、うん、でなんか洗濯して使うんですね、そうですそうです、使い捨てじゃないんですね、使い捨てじゃないんだよ、そうなんですね、なんかなんか自分の血の状態とかも毎回確認ができるし、あ、そうなんだ、で布ナプキンにすると結構生理の期間がちょっと短くなりました、まあ1週間だったのが5日とかで、本当に多いのが最初の2日ぐらいで、あとはもう少なかったりとか、へー、すごいね、変わりましたね、そっかそっか、食事とかはどうですか？食事もそうですね、なんか麹とか、あ、いっぱい麹とかそういうの、うん、取り入れましたね、ちょっと今話変わっちゃうんですけど、はい、今ご主人さんフィリピンの方じゃないですか、はい、食事とかってフィリピンより、日本日本よりです、完全に日本より、はい、何でも食べて、時々なんかそのフィリピンのあっちの味が恋しいなって、やっぱ作ってあげたりとか、あ、本人が作ってました、あ、ご本人が、あ、そうなんだ、やっぱそうなんだ、フィリピンって辛いんでしたっけ、スパイス辛くないんじゃない、辛くはないです、ないよ、なんか甘いです、甘い、あ、甘い感じですね、同じ日本と同じように醤油とかお砂糖とか、 あと味の素大好きですよ、フィリピンの方、そう知ってる、うちの娘の彼氏は味の素大好き、そう味の素っていう風に覚えてる、うん、覚えてる、そう売られてるんですよ、こんなので売ってる、日本のものがあちらで流行ってるって言ってる、ローマ字で味の素とか、ね、日本でもさ、そのアジア系の食材売ってるとこにこんなんで味の素って、そうこれ日本でも食べちゃいけないと言われてる、そう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 、私も嫌なんですけど、私も嫌だでもさ入れるよね、そう入れる、で調味料大好きだよね、うん、あ、そうです、そうです、甘い醤油って言ったらさ、なんだっけな、ブラックソース、ブラックケチャップってさ、フィリピンじゃないかな、うち、あの、うん、だから娘の彼氏がさよくそれも使うけど、インドネシアだけど、うん、やっぱ似てるのよ、うんうんうん、でブラックケチャップって言ってさ、もうブラックケチャップ買いに行きますとか言ってさ、うん、一緒に多国籍のさ、うん、あの横浜館内っていうところにすごいいっぱいあって、うん、いろんなところアジア系のがあって、うん、ブラックケチャップってなんだろうと思って、うん、ケチャップだからな、赤いケチャップが想像できても、うん、ブラックケチャップ、へえと思ったらさ、え、これちょっと舐めさせてもらったら黒いのよ、うん、ドロッとして、うん、そしたら舐めたらさ、え、砂糖と醤油じゃないと思ったわけ、うん、これさ砂糖と醤油じゃないって言って裏見たらさ砂糖と醤油って書いてあるそれ近
キンとかを揚げて絡めたりとか、だから甘い、甘いんだ、うん、で甘いとこになんか辛いソースとかつけるよね。そっかそっか、そう、好き、フィリピン料理私好きです。あ、じゃあいいよね。私食べたことないかもです。美味しいよ、多分。私はもうアジア料理好き。なんか主食がお米なので、まあ、日本人は結構好きなおかずが。合う。あ、そうなんですね。うん、お米に合うおかずって味って感じだよね。そうです、そうです。あっちって箸の国じゃなくて何でしたっけ？手で食べる国？手でも食べますし、うん、手で食べなかったらスプーンとフォーク。あ、スプーンとフォーク。麺系とかもありましたっけ？麺類。麺もあります。あるんですね。はい、あ、食べてみたいな。ね、沖縄にあるのかな、沖縄市とかにあるか、ね、あります。あるんだ、うん、なんかタイ料理ってよくいっぱいあるじゃない。タイ、あれ、甘いフィリピン料理って聞かないかも ね、 聞かないですよね、うん、ねえ、それ行ったことないかもな。福岡にもあったのかな。どっかにあるよきっと。ねえ、どっかに、ね、そうですよね。なんかベトナムとかね、バリとかあっちで体験はいっぱいある、ね、あるあるある。フィリピンってそういえばない、今聞いてないないなと思って。私あの豚肉のさ、なんか唐揚げみたいな薄い豚肉をさ、なんか何で揚げてんだろうな、小麦粉かな、片栗粉かな、もうカリッカリに揚げてるの、カリカリフィリピンの人に作ってもらったことは。ちっちゃろんかな、うん、カリッカリの、うんうんうん、あれ美味しい、ね、そうそう、お菓子も美味しい、うんうん、あ、お菓子、お菓子じゃないけどお菓子みたい、お菓子にしてなんかつまむっていうか、うん、ご飯のおかずっていうよりもここに作ったつまみですね、ね、うん、おつまみみたいな。あ、そうなんだ。食べてみたいかも。うん、食べてみたい。探そうか、沖縄でフィリピン料理。ねえ。ねえ。ねえ、沖縄の市内？あ、那覇市内？那覇市、那覇かな、どこだろう、あるのかな。ね、今聞いてる方もし情報あったら教えてください。教えてください。でも、ね、泉さんが分かんないからね。そうですよね。そう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 。まあ作っちゃうからね、ご主人がね。作っちゃうから、はい。食べに行こうって、うん、ならなかったですね。うん、材料買ってきて作って、味の素買ってきて。そっかそっか、そうなんだ。で、そうそうそう、もうあとね、あと3分ぐらいの。早いでしょ。あっという間、あっという間でしょ。いつもそうだね。そうなんですよ。あと3分ぐらいになりましたけれども、泉さん、この今後のその展開、まあ、こういったことをやっていくっていうのがあれば発信していただいてもいいですか。はい、今後ですね、そうですね、とにかく赤ちゃんを元気に。あ、そうですね、まずはね。そうだよ、というとこですね。あとは、まあ、子育て YouTube を始めたいなっていうのは思っていて。面白そう、面白そう、面白そう、面白そう。見ちゃう、泉ベイビーが見れますね。、はい、いや、かわいいかも。いや、いいな、見たい。赤ちゃんの動画大好きです。ね、いいですよね。飽きないよね、赤ちゃんってね。そっかそっか、はい、あ、それをじゃあ始めるにあたって始める、はい、それを始め、うんうんうん、だからまあ SNS のサポートとかも、うん、はい、一緒にやっていきたいなと思います。旦那さんもその YouTube には登場するんですか。主人はですね、と実は今、うん、別居してまして。別居？別居？聞いてよかったのかな。あと3分しかないのに。そうなんです、あの今関東の方に働きに行ってしまいまして、あ、はい、あ、じゃあ今一人で。そうなんです、一人で。そっかそっか。産む時も、赤ちゃん産む時も多分一人だから、もうビデオ仕込んでおいて、産むところ撮っといて、うん、見せようかなと思ってるんですけど、うんうんうん、家で産むの。あ、病院で。フィリピン風家で産むのかって。家でか。なんか、あのアジアの人って家で産むイメージですよね。あ、そうなんですね。じゃあ立ち会いはちょっとできないかもしれない。あ、そうなんです、うん、そっかそっか、はい、でもね、もうあと6、うん、あと何ヶ月か先ですよね。はい、うん、4ヶ月、うん、そうだね、無事に、ね、赤ちゃん生まれてくることを本当に祈ってますので、はい、ありがとうございます、はい、大事にしてください。で、 YouTube チャンネルでまたね、あの子育てのところを見れるということで、はいはい、私もちょっと覗きに行こうかなと思います。ありがとうございます。またそれもお知らせ、あの、はい、泉さんのインスタとかでお知らせしていただけるんですよね。はい、はい、ちなみに泉さんのインスタのアカウントとか。あ、はい、アットマークラーソ、LASO ドット泉、IZUMI、うん、かもベルナードってやったら私しか出てこないと思います。ベルナードがいいかな。ベルナードで検索していただければ泉さんの情報が見れるよってところで、はい、はい、もう本当にあっという間でした ね、 あとね、もうこれでちょっと終わりになりますけれども、はい、今
今日のゲストはベルナード泉さん、国際結婚をされて、今、妊娠中で、あと何ヶ月後かに、赤ちゃんが誕生されるということで、ちょっと短い時間だったんですけど、もっといろいろにお話を聞きたかったんですが、今日はこれで終わりとなります。またぜひ遊びに来てください、はい、それでは、また来週、はい、この夕方木曜日16時のお時間に会いましょう。それではさようなら、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。